バイオラ・アイリーン・デズモンドは、カナダのバスコシア州出身の黒人女性実業家。1946年、ニューグラス号の映画館で、人種隔離にあたる扱いを受け、これに抵抗した結果逮捕されて、脱税の罪で起訴、有罪判決を受けた。デズモンドの例は、カナダの歴史で最も広く取り上げられた人種差別事件であり、カナダにおける、現代の人権運動の先駆けとなった。 2010年4月、デズモンドはカナダで初めて没後に恩赦を受けた人物となった。ノバスコシア州政府も脱税の罪でデズモンドを訴えたことを謝罪し、彼女の行動が人種差別に対する正当な抵抗であったことを認めた。2016年、カナダ銀行はカナダ人女性初の人物として、デズモンドの肖像画を2018年発行予定の10ドル紙幣に、 採用することを発表した。バイオラは1914年7月6日、父、ジェームズ・アルバートと母グウェンドリー・アイリーン・デイビス、旧姓、ジョンソンの子として生まれた。本人を含めると7人、姉妹、3人兄弟の大家族であり、父親が黒人、母親が白人と当時にしては珍しい、組み合わせであったが、 ハリファックスの黒人コミュニティで活発な家庭でバイオラは育った。成長するにつれバイオラは黒人女性向けの商用ヘアケア製品やスキンケア製品が存在しないことに着目しそのようなニーズに応える商品の提供を目指すようになった。アフリカ系の血を引くバイオラはハリファックスでは美容師になるための教育を受けられなかったためモントリオールやニューヨークアトランティックシティに移って 訓練を受けた。ニューヨークでは、マダム・ C ・ J ・ウォーカーが経営する美容専門学校で勉強を重ねた。専門学校に通っていた頃に出会ったジャックと結婚し、訓練を終えて、ハリファックスに戻ったバイオラは、ゴッティンゲンストリートにある夫の利用室の隣に美容院を開いた。さらに、自身の美容学校座、デズモンド・スクール・オブ・ビューティ・ーカルチャーも設立した。 これによって彼女のように遠方へ出向かなくとも近隣の黒人女性が美容分野の専門的訓練を受けられるようになり白人専用とされた専門学校への入学を拒否された黒人女性がノバスコシアのみならずニューブランズウィックやケベックからも集まった。学校は生徒が卒業後に自分の美容院を開くためのノウハウも伝授し修了生の数は15人に上ることもあった。 また、デズモンドは、美容化粧品、ブランド6、S ビューティープロダクツを立ち上げ、自ら、マーケティングと販売を行ったほか、専門学校の卒業生が開いた店でも販売を展開した。1946年11月8日、デズモンドは、自らの化粧品を販売するための出張に出かけていた。ところが、シドニーへ向かう途中のニューグラス号で、 デズモンドの運転する車が故障してしまった。修理に必要な部品を取り寄せるのに1日かかると、修理業者に告げられたデズモンドはその夜、ローズランド劇場で映画、暗い鏡を見ることにした。デズモンドがチケットを購入して、劇場のメインフロア部分の座席に着こうとしたところ、デズモンドが持っているチケットはそのエリアのチケットではないと、フロア担当者に指摘された。 メインフロアのチケットを求めたつもりだったので、デズモンドは、券売所へ戻って、チケットの交換を願い出た。ところが、券売所の担当者に、劇場の規則で、あなた方には、メインフロアのチケットを売れないことになっていると、言い渡された。デズモンドは、肌の色を理由に拒まれているのを察したが、劇場の黒人専用スペースとして指定されている、バルコニー部分に座るのを拒否し、 再び、メインフロアへと向かった。問答の末、結局デズモンドはその場に呼ばれた白人警察官と劇場の支配人によって映画館から強制的に退去させられた上、逮捕された。デズモンドはこの時、膝と腰に怪我をしたと語っている。デズモンドの弁護士を務めたフレデリック・ウィリアム・ビセット、一晩留置された翌朝の1946年11月9日。 デズモンドはニューグラス号の法廷に連れられ、弁護士をつける権利や保釈の権利、審議の延期を要求する権利について知らされることのないまま、州の劇場、映画及び娯楽に関する法律に対する違反行為で起訴された。デズモンドが購入したのは30セントのバルコニー席チケットであり、フロア席のチケット代金40セントとの間には、 娯楽税に相当する部分で1セントの差があるため、フロア席チケットを持たずに、同エリアに座ったのは、脱税に当たるという理由で、彼女は即日有罪判決を受けた。その結果、彼女は20カナダドルの罰金と訴訟費用6カナダドル、合計26カナダドルの支払いを命ぜられた。支払いを済ませ、デズモンドは、ハリファックスに戻った。 ハリファックスに戻ったデズモンドはこのことを夫のジャックに相談したが、ジャックは諦めろという意見だった。しかし、コーンボリス・ストリート・バプティスト教会の指導者である、ウィリアム・パーリー・オリバー牧師と妻のパーリーンに抗議するよう励まされ、彼らの支援を得てデズモンドは法廷で争うことを決意した。デズモンドの決意を受けて、キャリー・ベストはザ・クラディオン総監号で、 デズモンドについての特集を組んだ。ザクラリオンは黒人が経営し発行するノバスコシア発の新聞であった。ベスト自身もローズランド劇場で人種隔離を経験していた人物である。協会とノバスコシア有色人質位工場協会の支援を得てデズモンドは弁護士のフレデリック・ウィリアム・ビセットを雇い、法廷での争いに備えた。理由は定かではないが、 ビセットは控訴の手段を取らず、事件移送による審査を求めた。人種差別について争うのを避け、不当に脱税の判決を受けた点について争おうとしたが、これが大失敗に終わった。事件移送命令の要求を棄却するにあたり、ウィリアム・ロリマー・ホール判事は次のコメントを残している。本件が事件移送命令以外の手段によって、本法廷にもたらされていたならば、 この不運な女性が受けた悪行を正す機会もあったかもしれない。劇場の支配人が、ノバスコシア州の税収一銭とを守らんが、ための善意の信念にかられて、訴えを起こしたのか、それとも、州法の乱用によって不正に、事務苦労法的な規則を強制しようとしたのかについては疑念が残る。ウィリアム・ロリマー・ホール判事、ビセット弁護士は、 弁護報酬を受け取らず、支援者から集まった資金は、オリバー牧師が設立したノバスコシア有職人主地位、工場協会に提供することにした。キャンプヒル墓地のバイオラデズモンドの墓法廷での争いに失敗した後、デズモンドは事業を生産して、モントリオールに移り住み、ビジネス専門学校に入学した。最終的には、米国ニューヨークに今日構えたが、 1965年2月7日、胃腸出血で亡くなった。50歳であった。デズモンドは、ノバスコシア州ハリファックスのキャンプヒル墓地に埋葬された。事件当時コーンウォリスストリートバプティスト教会の牧師で、ノバスコシア有職人シチー工場協会の中心的人物であった、オリバー名誉博士は、デズモンドの遺産について、後に次のように述べている。 これは我々にとって意味のあることだった。後にも先にも権利を獲得するためにあれほど果敢な努力が行われたことはない。人々は一心同体となって立ち上がり声を上げた。この前向きな姿勢が周全体の黒人コミュニティの辛抱を向上した。これ以降に起きた前向きな行動の多くはこの出来事が基礎になったものだと私は確信している。 オリバー名誉博士、15年後に事件を振り返って人種差別に立ち向かい、アフリカ系アメリカ人公民権運動の公用に貢献したという点で、ローザ・パークスと比べられることの多いデズモンドであるが、二人には著しい相違点がある。デズモンドの住んでいた場所は、パークスとは法制度が大きく異なっていた。アメリカ合衆国とは違って、カナダには事務苦労法に相当する法律が、 存在しなかったからである。パークスがバスの前方座席に座ろうとしたのは公共輸送機関における人種隔離政策を認めていた事務苦労法に対する市民的不服従にあたる行為であった。これに対し、デズモンドの場合は州法によって認められてはいない民間劇場の経営者による人種隔離に対する抗議であった。2000年には デズモンド他のカナダ人人権活動家を取り上げたドキュメンタリー映像ジャーニーツー・ジャスティスがカナダ国立映画製作庁によって制作された。また、デズモンドを主題とするドキュメンタリー映像ロングロードツー・ジャスティスザ・ビオラ・デズモンド・ストーリーも制作された。ケープ・ブレトン大学はバイオラ・デズモンドとワンダ・ロブソンの名を冠する奨学金キャンペーンを展開し、 デズモンド社会正義委員会を創立した。妹のワンダ・ロブソンは、一家の人権活動と姉との思い出について語った、シスター・ツー・カーレッジを表した。また、子供向けには、ビオラ、デズモンド・ウォンと B.E. バジドが、ジョディにアーシャ・ワーナーによって表された。この他、歌手のフェイス・ノーランがデズモンドを主題とした歌を作曲している。2012年には、 カナダ郵便公社の記念切手の絵柄にデズモンドの肖像画が採用された。2016年2月2日にはヒストリカカナダが60秒でカナダの様々な遺産を紹介する動画ヘリテッジミニットでバイオラデズモンドを取り上げた。この動画は2015年6月にアルバータ州のハイリバーをロケ地として撮影されたものでキャンディス・マクルアがバイオラデズモンドの役を演じた。 ヘリテッジミニットの主役として、有色人種の女性が登場するのは、これが初めてであった。2016年7月7日には、新たに、ハリファックス港に就航するフェリーに、バイオラ・デズモンド号の名が付けられた。2016年12月8日、カナダ人女性として、初めて10ドル紙幣のデザインに、肖像画が採用されることが発表された。 最終候補として残った5人からの選出であった。この紙幣は2018年の登場が予定されている。2018年7月6日、カナダのグーグルはデズモンドの生誕104年を記念するロゴを公開した。2010年4月14日、ノバスコシア州副総督のメイアンフランシスがノバスコシア州首相の助言を受けて国王体験を発動し、 デズモンドに対する恩赦を決定した。これがカナダにおける没後の恩赦としては初の例となった。カナダでは恩赦は国王の恩赦体験に基づき極めて限られた事例についてのみ認められる救済方法である。加えてこの初の没後恩赦は対象者が無罪であり冤罪であったことを認める事例となった点において通常の恩赦とは異なるものであった。自身も 黒人カナダ女性であるフランシスは、恩赦を認める署名を行う際、64年後の今になって、私はここにいます。黒人女性がもう一人の黒人女性を解放する、この場にと述べた。また、ノバスコシア州政府も謝罪した。バイオラデズモンドの妹、ワンダ・ロブソンと、ケープ・ブレトン大学教授のグラハム・レーノルズ博士は、ノバスコシア州政府と協力し合い、 デズモンドの無罪と冤罪があったことを公に知らしめ、州が人権の保護に努めることを確認した。州政府は2015年2月に施行された、祭日ノバスコシアヘリテージデーの初年度を、バイオラ・デズモンドを記念する日と決定した。ノバスコシア州ハリファックスにある、ノバスコシア州庁舎には、デズモンドの肖像画が掲げられている。バイオラ・デズモンド逮捕事件に関するカテゴリー。 ありがとうございます。